皆さんこんにちは、かすみです。セバスチャンです。早いもので12月ももう終盤ですが、もうすぐクリスマスということで、ブラックレースのファンとしてクリスマスに欠かせないコンテンツというのがいくつかありますよね。はい、ということで今回は題してドラッグレースとクリスマスっていう、まあ、すごいざっくりしたシンプルなテーマで喋っていきたいなと思います。はい、ということで、まず直球のものとして、ドラッグレースのクリスマススペシャル、クリスマス特番っていうのが過去に2回放送されたことがあります。まず1本目が2015年の12月に放送された、ルポールズドラッグレースグリーンスクリーンクリスマス。もう2015年なんだそう、だからもう丸5年前あーすごい、はい、に放送された番組なんだけど、あのラトリスのサンタが出てきたやつだよね。そうそうそう、サンタに扮したラトリスとルーがね、こう掛け合いながら番組自体が進んでいくっていうやつなんだけど、内容としては当時、ルポールはスレイベルズっていうクリスマスアルバムを発売した直後だったので、そのアルバムに収録されてるクリスマスソングの、まあ、PV というかミュージックビデオをどんどん作っていくみたいな特番だったんだけど、そのミュージックビデオにはクイーンたち、そのドラッグレースの出場クイーンたちも多分20人ぐらい全部で出てきたり、あとミシェルとかトドリクとかも出てきてて、豪華だよね。そうだから出演者はすごい豪華なんだけど、まあ、番組自体はすごいシュールな、いかにもあのプロダクションが作るオリジナル番組っていう感じのね、シュールな番組でした。はい、これネットフリックスとかワープラスでは見れない番組なんだよね。そうだから残念ながら今日本からこれを視聴する方法っていうのはないので、すがそのミュージックビデオ、番組の中で公開されたミュージックビデオは今も YouTube にアップされてるので、 VH1 のチャンネルね。はい、ので概要欄にリンク貼っとくので、ぜひぜひねそっちも飛んでみてください。クリスマスソングたちなので。はい、もう一個がルポールズドラッグレースホーリースレイスペクタキュラー。これは2018年の12月に放送されました。はい、こっちはね、あの今もネットフリックスでとかワオプラスにも残ってるので、まあ比較的最近だし見たことあるよっていう人も多いかなと思うんですが、はい、内容としてはクリスマスクイーンの座をかけて8人のクイーンたちが競っていくという感じです。ミニチャレンジがあって、マキシチャレンジ、ランウェイがあって、最後にリップシンクというレギュラー番組と同じような流れでした、うん、ただこれ実際にはほぼ台本に沿って進んでいくような感覚だったので、で結果的にも言わない方がいいのかな、結果ってネタバレ、結果は言わないけど、なんかハートフルな内容だったみたいに言う。そうねまあだからあのバチバチのね、通常のコンペティションとは違って、もういかにもクリスマスに家族で見ましょうみたいな、うん、だそれがもうなんかこのスペシャルの魅力のとにかく大きな一つだよね、うん、平和だったっていう。そう、クイーンたちの掛け合いも多分台本があってすごいわざとらしくて可愛かったよねそうそうそう、あと可愛いで言えばあのロスがね、エルフに扮して、うん、そう、なんか一時挟まるあのロスも可愛かったですそう、あといろんなシーズンのクイーンがすごい集まるから、オールスターズ的な雰囲気もあって。そうだね、うん、普段なかなかあんまり見たことなかったクイーン同士のこう絡みがね、うん、そうそう、いいよね。そうそう、あと魅力つながりで言うと、あの歌がいっぱい聞こえるのもいいよね。そうだね、これも、うん、だからそのルポールのクリスマスソング、さっきも出てきたスレイベルズのアルバムもそうだし、うん、あとクリスマスパーティーっていう当時の最新アルバムの中からもいっぱいねクリスマスソングが出てきて、ルーも歌うしクイーンも歌うしジャッジも歌うしみたいな楽しい感じだった、うん、あとなんかクリスマスルックもすごいみんな可愛くて。ああそうそうそう、私はユーリカとソニックとシャンジェラがお気に入り。あら、またっぷりじゃない俺のえ、なんで俺あとメイヘムも好きだった。あー、黒いやつ。そう、黒いやつ。キムチも可愛かったじゃん、プレゼント。キムチも可愛かった。うん、もう一つの魅力でも、これが多分最大のこの番組の魅力なんだけど、はい、はルポールとミシェルがディップ進行するっていう初じゃない、初だね、初、最初で最後じゃないかな、うん、あのこの番組の中では、うん、なんかまあ結構アクロバティックな動き、ミシェルがなんかこんなくる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 回ったり、そうそう、ルポールがあのプレゼントの上からビャンって飛び降りたり、
とかっていう部分は明らかにスタントを使ってて本人たちではないんだけど、うん、まあそれも含めておもろいからまあいいかっていう、うん、いつものルーが言うセリフをさクイーンたちがみんな言ってて、ああそう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 ドンってうん、ジャッジ席になんかごちゃごちゃみんなでね、ごちゃごちゃ座ってて密になってる感じの方でね。ってことで、グリーンスクリーンクリスマスと、ホリスレイスペクタクラーのクリスマス特番2本まだね、見たことないよっていう方はホリスレイはまだ見れるのでぜひぜひ見てみてください。続いてはルポールは過去にクリスマスアルバム、クリスマスをテーマにしたアルバムを3枚出してるんですが、まず1997年にホーホーホー、うん、で2015年にスレイベルス、で2018年にクリスマスパーティー、この3枚を出しています。3枚も出てるって冷静に考えたらすごいよね。すごい。あ、そう、曲についていく前にクリスマスパーティーのジャケット写真、これめっちゃ好きで、なんかこの絵画タッチなルーだ、これね、俺のあつ森の部屋の床に貼ってあるルポールはこれだからね、はいはい、なんかドット絵メーカーとか多分オンラインでいっぱいあるんだけど、このルポールに関してはもう本当に1ドット1ドット自分で色15色ぐらい使ってそう3、4時間ぐらいかけて作ったルポールだから、やばい、このジャケシャはすごい謎の思い入れがある。ウケる。お気に入りの曲なんかありますか？あ、俺に聞いてんの。うん俺は全部ってか本当いい歌多くて、クリスマスクッキーズも好きだし、あ、ブランニューイヤーもめっちゃいい、うん、けど一番こうテンション上がるのは Hey sis, it's Christmas かな。まあ、だから多分ね、はい、俺の好み分かりやすいよね。ジェロニも好きでフリーキンマニー好きでヘイスイスイスクリスマスだから、うんうん、激しい感じ激しい感じ好き。キャスミンはクリスマスパーティーかな。あー、王道のね。うん、決めらんないけどね。まあね、まあアルバムは iTunes はじめ iMusic でも聴けると思います。はい、はい、チェックしてみてください。はい。で、音楽アルバムっていう括りで言うと、うん、コンテスタンツ側のクイーンも実は集まってカバーアルバムっていうのを定期的にリリースしていた時期があって、うん、それがクリスマスクイーンズ、はい、でアルバムが、2015年、16年、17年、18年って連続で、うん、1から4まで出てたんだけど、最近出てないね。最近出てないね。去年と今年出てなくて、うん、残念だなって感じですが、はい。なんか好きな曲ある？私は好きな曲っていうか4のカバージャケットがドタイプでピンクすぎて、はいはいはい、あそこに出てる推しのブレタそのお衣装がすごい好きで、だってあの衣装あったもん、私あの衣装のブレタさあったもん。そう、あのワンピースのねピチッとしたピンク、そうそう、でブレタさんの歌も入ってるし、はいはいはい、あとラストクリスマスとか歌ってる。そう、ラストクリスマス歌ってて、ジンクスがなんかジングベル、ああそうだね、ジングベルロック歌ってる。すごいいいよね、なんか。いい。そう、だからこれは言い忘れたけど、カバーアルバムなんだよね。そう、カバーアルバム。だからあのオリジナル曲を歌ってるんじゃなくて、うん、もうあのクリスマスの名曲、有名なクリスマスソングをクイーンたちがカバーするっていうコンセプトのアルバムだから、そうそうそう、当然曲自体は名曲ぞろいなんだよね、そもそもが。うん、そうそう。でそれをクイーンの声で聴ける、でしかもアレンジもされててっていう楽しみ方のできるアルバム。セバちゃんの好きな曲は？俺も一番好きなのは4からになっちゃうんだけど、ね、ビビが歌ってるリトルドラマーボーイっていう歌があって、多分聴けば絶対みんな知ってる歌なんだけど、アレンジがすごいビビ寄りで、途中でなんかなんていうの、ラッパパパン、ラッパパパンみたいな、すごい民族チックなアレンジがされてるんでね。うん、だそこがめっちゃかっこよくて、ビビのカメルーンの血が大騒ぎしてて、高まる。高まるソング。はい。だから曲じゃないんだけど、はい、多分2と3とかは、曲と曲の間にさ、なんかよくわかんない小芝居というか。あ、入ってるね。そう、インタールードがいくつか入ってるんだけど、はいはい、そこのわちゃわちゃ感がもう超好き。クイーンたちと一緒にクリスマスパーティーをやってるみたいな、目を閉じて聴けば。なんかこういう音楽アルバムのインタールードってさ、スキップしちゃう人が多分多いと思うんだよね。俺も結構そうなんだけど、そう。でもこのアルバムに関してはもうそこすら楽しめるっていうトラックになってます。これも4枚とも各種サービスで配信しているので、ぜひ聴いてみてください。あとこのアルバムではないんだけど、アラスカと
コートニーとウィラムがユニットを組んで、そのクリスマスの曲が私すごい好きで、ディアサンタフリングミアマンってやつ。はいはいはい。ミュージックビデオも可愛いよねこれ。そう可愛い。クリスマス時期じゃなくても聴く、普通に曲として好き。はいはい、ではこの動画を見てくださっている皆さんもドラッグレースを感じながら素敵なクリスマスをお過ごしください。かすみとセバスチャンでした。メリークリスマス。メリークリスマス。